ピーター・グラハムは、オーストラリア・シドニー出身の空手テキックボクサー、総合格闘家、元プロボクサー。ボクシングワークス所属。元 WBO アジア太平洋ヘビー級王者、元イスク世界ヘビー級王者。バックボーンは、極真空手。得意技は、ドーマワシ回転蹴り、ローリングサンダー。この技で、 バダハリの顎を骨折させて失神子させたことがある。爆裂空手野郎、爆裂ローリングサンダーの異名を持つ。2006年3月5日の K1 ワールド GP2006 インオークランドにて、バダハリと対戦。サガールに、グラハムがパンチのフェイントからのドー回し回転蹴りで、バダハリの顎を骨折させると同時に失神させてこ勝ち。2007年8月5日、 K-1 ワールド GP2007 香港でバダハリと再戦。サガールに右ボディストレートでダウンを奪われ判定負け。試合後にはリング上で抱き合い検討を途絶え合った。しかしバダハリは試合後の会見で悪い気分はなくなったが、あいつと仲良くするつもりはない。と語っている。2007年12月31日の K-1 プレミアム2007ダイナマイトの前日記者会見の質疑応答のシーンで記者席の近くの席にいたグラハムが急に立ち上がると会見に乱入。マイクを取り、俺と明日戦うはずだった対戦相手はどこに行った怖がってずに出てきたらどうだ藤田和幸が試合をキャンセルしたんだよ。あの腰抜け野郎。と挑発を行った。グラハムは 藤田との対戦が決まりかけていたが藤田が出場せず、鬱憤を貯めていたと語っている。2008年3月5日、戦局肌上げ戦線局第一陣にて、藤田和幸と対戦。グラハムはこの試合で、総合格闘技デビュー。試合の前日記者会見では、昨年のダイナマイトの会見に続いて、藤田を挑発したため、藤田も激怒して、グラハムに向かっていき、 選手が間に入って止める乱闘騒ぎとなった。試合では、藤田のタックルを2度防ぐも、3度目のタックルでテイクダウンを許し、スピニングジョークを極められたプアウト負け。試合後は、両者ともにお互いを称え合った。2008年8月22日、ブラジル人女性との婚姻届が港区役所に受理された。右腕に、夫人の名前とハートをかたどった入れをプロポーズする。 前に入れた。2008年8月24日、戦局第4陣で、モイス・リンボンと対戦し、打撃でダウンを取られると追撃を受けた際にバックを取られ、チョークスリーパーで一本分け。その後、ローカル団体を主戦場に MMA の試合を続け、ベラトル MMA と契約した。2013年10月18日、ベラトル104で、 シーズン5ヘビー級トーナメントの王者のエリック・プリンドルと対戦。打撃で終始圧倒し、判定勝ち。11月8日、ベラトル107のシーズン9ヘビー級トーナメント決勝で、ビニシウス・ケーロスの代役で、シーク・コンゴと対戦し、判定負け。2014年3月8日、ベラトル111のシーズン10ヘビー級トーナメント1回戦で、マイティモーと対戦。 ローキックで試合を優勢に進めたが、3アールにテイクダウンを奪われ、今朝固めで一本負けを喫した。ありがとうございます。